国防都市圏とは、我が運動の第一の主眼は、自主独立国家、建設です。自国を己の手で守り、作り上げていく。ここで国防とは、外敵への備えのみならず、天災、疫病からの防衛も当然含まれることをはっきりと認識しなければなりません。そのためには、対外貿易に変調する歪な戦後経済を修正し、少なくとも国民の生命維持は外国に依存しない自主独立経済システム、 自給自足経済システムを早急に構築しなくてはなりません。戦後名目的繁栄の土台が、アメリカの下請けによるものである限り、アメリカの意向一つで我が国の清水が左右されることは、西暦1958年のプラザ合意を簡破すれば容易に判明できるでありましょう。戦術した戦後、我が国の経済の繁栄の象徴である、景品、阪神などの沿岸工業地帯群は、資源の輸入、製品の輸出といった、外国の下請け、 を雄弁に物語っています。松崎に外敵によって侵略されるのも、秘密工作員による原発攻撃など沿岸であることはあらゆる想像に固くありません。この意味から、国民の生命、財産、そして国益主権を守護することは、天才であろうと外敵であろうと変わりはないはずです。また、戦争の幸福要件として、人口の25%の喪失が挙げられます。すでに人口の25%が首都圏に集中する我が国では、 首都圏直下の大地震、あるいは強力な核兵器攻撃一発により、瞬時に敗戦に陥ることになるわけです。このような危険極まりないの封ずな都市建設の上に真の繁栄は断固ありえません。そこで国防都市圏構想です。これは、強力な中央集権政府の下に、全国を北海道、東北、関東、東京、中部、近畿、中四国、九州、沖縄、管区に分け、人口分散を図るもので、 徴兵制による連帯駐中遁地を中心とした人口配置が不可欠となります。適正人口を維持した中で、天災、外敵に対する鉄道網、道路網、通信網を整備し、食料自給自足経済、輸送費の簡素化を行い、資源の適正配分と格差是正を図り、全体の繁栄を推進するものです。